こんにちは、金黒です。 iPad を使うときにホームボタンのタッチ ID を使って指紋認証で解除するときに両手の親指両方登録するとすごく便利になりました。iPad Pro 9.7 インチがモデルチェンジでディスプレイが大きくなって10.5 インチになった理由として、 WWDC2017 の中でフルサイズのキーボードをオンスクリーン上に実現するため、そういうふうに説明していました。実際にマジックキーボードと比較してもほぼ同じ大きさのキーボードでした。画面上のキーボードがフルサイズになったので、これは使いやすくなったなと思って使ってみたら、おやっと思うことがありました。普段横画面で使うときはホームボタンを右側に持っていって、右手の親指でホームボタンに親指を置いて指紋認証でロック解除しています。縦画面でも同様で、ホームボタンは下側に行って右手の親指でロック解除しています。これがこのカバーを今度三角に折って、こんな感じでキーボード入力しようと思ったら、おやっと思う出来事がありました。カバーを三角に折って日本語入力する時のこの角度がちょうどいい感じで打ちやすそうなんですが、ホームボタンが左側に来ちゃってるんですね。今まで右手の親指で右側にあるホームボタンを押して解除していたのが、左側にあると手をひねる必要があります。それでは不便なので、左手の親指も指紋認証を追加して左手でロック解除できるように追加したいと思います。左手の親指も指紋認証を追加するのは、設定をタップしてその中のタッチ ID とパスコード、ここをタップします。パスコードを入力します。その中の指紋を追加、ここをタップします。ここで左手の親指を反応させますね。指を離して、タッチして、離して、グリップを調整、続ける、タッチ、離す、タッチ、完了しました。これで左手の親指も使ってロック解除できるようになりました。両手の親指の指紋認証を使った方がやはり iPad は使いやすそうです。ガジェット系のレビューの多いチャンネルですが、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。